再開発や新幹線の延伸で建設ラッシュの札幌、すすきの周辺も変わりつつあります。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回案内していただいたのは翔子さん。札幌市の再開発や建物土地情報を独自に調査発信するウェブサイト、札幌クリップを運営しています。ラピュラが建設着々と進んでますけれども、はいはい、18階建ての商業施設が2023年の秋にできる予定です。地下2階がスーパーで、地下1階にマルシェ、4階までが商業施設が入る予定で、5階から7階が東宝シネマズが北海道初進出で入る予定なんですね。さらにその上が東急系のホテルが入ると聞いてあります。2020年に惜しまれつつ閉館したラフィラですが、新しいビルが完成すればすすきのの見え方が一変しそうです。駅前通りを南へ行くと今月新たにオープンするお店が、すすきの十字街からちょっと行ったところに、はい、新しくドンキホーテができる予定です。あ、ドンキホーテ、はい、あ、看板が見えましたね。あ、もう看板できてるんですね。11月25日オープンと聞いています。あの夜特化とナイトドンキというそうです。以前はパチンコ店があった三松ビル、こちらにドンキホーテすすきの店がオープンします。たぬき工事のお店からかなり近い位置にありますが、すすきのの盛り上がりを見越しての出店だといいます。近いとはいえやっぱり札幌区線挟んでますので、実際客層で見た時に、まあ、こちらとしては多分飲食客もしくは観光客の方が多い理由がそれ一番だと思います。まあ、エリアでも再開発が進んでまして、将来的に見てもあのトレンドのある賑やかな地域になっておりますので、まあ、お客様も来てくださるっていうことも考えまして出店の理由になっております。ナイトドンキをコンセプトに営業時間や店内インテリアは夜を意識、ブランド物や家電が当たるカプセルトイ型のコーナーを設け、買うだけではない体験型の店舗になるそうです。徐々に進む街の新陳代謝、すすきのの記憶に刻まれていた場所も移り変わります。東側に進んでいくと目の前に駐車場があるんですけど、はい、こちら何があったか覚えていらっしゃいますか？いや、なんか建物があったような気はするんですけれども、はい、赤と白の奇抜な建物だったんですが、はい、バッティングセンターがあったんです。あ、バッティングセンター、はい、なんか言われてみれば去年までバッティングスタジアム、スラッガーズやゴルフバー、グランドスラムなどがあった場所が今は駐車場に。再開発の足音が至る所に聞こえてきます。この後何ができるのかは楽しみですね。このまま駐車場ってわけではないと思うので。さらに翔子さんが気になっているというのが、すすきのより南側、中島公園近くの南十条西1丁目。こちらキリンビール園やヤマハセンターがあった場所なんですけど、こちらの跡地には14階建てのオフィスやホテルができる予定です。1階から3階までに飲食店やジムが入る予定です。ここもちょっと景色が変わってきますね。ビルは2025年完成予定で、太陽光パネルや蓄電池、燃料タンクなどを備え、災害時には地域の非常用拠点とすることも視野に入れているそうです。ヤマハセンターがなくなったのが2015年だったので、この土地も何になるのかっていうのはもう思ってたんですけれども、こう建物が変わっていく時期に入ってるので、こうまた新しい札幌も発見できるかもしれないので楽しみにしています。